東さん、八神が海藤も一緒です。どういうつもりですか、海藤さん。抜き打ちで押しかけてきたのはそっちが先だろ。何の用だっつってんだよ。東、お前赤鼻を殺したか。あ、1年前松金組に押し入った拳銃強盗だよ。そいつから1億回収したのはお前だったよな。でもちょうどその頃、赤鼻の死体を見たって人間がいる。撃ち殺されて下水に沈んでた。東さん、黙れよ、人聞きの悪い。本当にお前が赤鼻を殺したのか。どうなんだ東。あん時俺は兄貴を助けたかったんですよ。金さえ取り返せば波紋も取り消せるって。そのためなら何だってやる覚悟でした。なのに今は海藤の兄貴に銃向けんのか。うるせえ。俺とターボを殺す覚悟ができたってことか。あんたの銃、俺ら全員の口塞ぐには弾が足りんな。何？このてめえ赤目、何やってんだ。行けお前ら、じいさんたち外出てろ。苦しむな。やっと俺の出番だな、タボ。ああ、給料分は頼むよ。おっしゃ。やってねえんだ。ん？赤鼻を殺したのは俺じゃねえ。じゃあ誰がやった？赤鼻が松金組の金を奪った時、
組の中に誰か手引きした内通者がいたはずだ。そいつは赤鼻にいろんな情報を与えてた。事務所が手薄な時間帯、金庫のある場所はもちろん、その中に確実に金がある日時。でなきゃヤクザの金を奪うなんてまず不可能だ。その内通者が赤鼻を殺したんじゃないのか。真相の口封じをするために。そうかもな。誰なんだそいつは。そこまでしてなんで組の金を。金は二の次だったんです。あ、怪盗の兄貴を潰すことが内通者の本当の狙いでした。だからわざわざ兄貴が当番の日に金庫を。俺を潰すため。じゃあまさかその内通者ってのは羽村の頭か。頭にとって兄貴は組の中でただ一人の脅威だった。兄貴さえいなくなりゃ松金組を完全に掌握できる。あの人はそう踏んだ。確かにな、実際今そうなってる。頭に逆らえるもんはもうただの一人もいねえ。あの人にはそれだけの稼ぎがあって力がある。頭あっての松金組だ。赤鼻が死んだ時何があった。お前は全部知ってるんだろ。東、1億が奪われて兄貴が破門になった次の日だ。俺は札から情報を買って、その夜にはもう赤鼻の名前と顔を手に入れてた。そいつで町中聞き込んで行き着いたのはカムロ町の下水道だった。ただそこにいたのは赤鼻だけじゃなかった。羽村の頭もそこに。ああ、頭は赤鼻から9000万を回収して高飛びさせようとしてたんだ。つまり赤鼻の報酬は1000万。それで円満におさらばのはずだった。誰だ、出てこい。羽村の頭か、頭ですか。俺です、東です。東、なんでてめえがここにいる。一人か。 あの そこのホームレス赤鼻と言って、そいつが事務所の1億を。フラムならあのバカを恨めよ。え？なんだ。頭、そいつはまずいんじゃ。お前、なんで奴が犯人だと分かった。それは全てありのまま話した。事務所が襲われた時、俺もその場に居合わせてたこと。綾部から札の情報を買って赤鼻にたどり着いたこと。言葉が途切れたらそこで撃たれるって、そう思って必死にしゃべりまくった。なるほど。で、怪盗の汚名を晴らしてやる気だったか。あの野郎もいい射程持ったな。
殺さないで、お願いします、勘弁してください。頭、本当にやるんで。そうだな、死にたくなきゃ俺に忠誠を誓え。そいつを形にしてみせろ。でもどうすれば。こうすんだよ、お前がここに来なけりゃこいつは死なずに済んだ。それどころか1000万手にしてたんだよ。かわいそうにな、お前がこいつを殺したんだ。お前、女みてえな声出すんだな、興奮するじゃねえか。それでお前も本物のヤクザになったな。それはお前がやったわけじゃない。ああ、だが俺はその前には町中歩いて赤鼻の居場所を聞き込んでた。そして奴を撃った銃には俺の指紋。傍から見りゃ言い訳できねえ状況が揃ってる。俺の顔悪くなったって言ってたよな。実際俺もそう思ってた。なあ、今の話をおやっさんに言ったら頭を抑えられたりは。無駄だ、親父にはもう頭を止める力はねえ。事情を伝えたとこであの人を困らせるだけだ。東もそれが分かってたからずっと一人で飲み込んでた。そっか、そういうことなんだな。俺先に帰るよ、海藤さん。ん？積もる話があんだろ、あんたらには。邪魔しちゃ悪いもんな。やっぱり俺はあの八神が嫌いです。あ？やつは俺よりずっと前から兄貴とつるんでた。極道でもねえのに親父からも一目置かれて、まあ面白くねえ野郎でしたよ。東、お前ターボーの父親の話知ってるか。さあね、何かあるんですか。あいつがガキの頃は武道の手ほどきなんかもしてくれたらしい。いい親だったんだろうな。そして弁護士でもあった。へえ。でターボーが15になった頃だ、親父さんはある殺しを弁護して執行猶予付きの実質無罪を勝ち取った。だがな、それを被害者遺族の一人が恨みに思ったんだよ。ターボーの両親は包丁でめった刺しにされたらしい。その頃ターボーは仕事ばかりの親に反抗期を迎えててよ。襲撃の時はダチの家を泊まり歩いてた。もしあいつが家にいたらその暴漢を取り押さえられてたかもな。誰も死なずに済んだかもしれない。八神の親殺した犯人はどうなったんです。
現場の奥で首吊ってたってよ。一つも救いのねえ事件だった。いっぺんに親を亡くした後、ターボーは親類の手も振り払ってカムロ町に出てきた。年をごまかしてテンダーで働いてたんだ。なるほど。じゃあその頃ですか、野郎と兄貴が会ったのは。ああ、あいつは最初俺が店で偉そうにしてたのが気に食わなかったんだと。当時は俺だってまだ駆け出しだ。それでもヤクザ相手に15かそこらのガキが喧嘩ふっかけてきやがってよ。生地腕に覚えがあったんでしょうね。その花へし折ってやったぜ。ただあいつはそれ以来何度やられようが負けを認めようとしなかった。てめえの痛みを人ごとみてえに冷めた目で見てたっつうか。でもある日それをどういうわけか松金の親父が気に入った。するとターボもだんだん親父の言うことだけは聞くようになってった。もともとあいつはヤクザにしかなれねえ俺らとは出来が違ったんだ。親父もそこを見込んで谷町を買って出たんじゃねえか。ターボーもそれに応えて司法試験まで通っちまった。そこがまた気に食わなかったんですよ俺らは。でもあいつは取り返しのつかないしくじりをした。もう終わった人間じゃないですか、八神は。なのに兄貴も親父もなんであんなやつと。それ言ったら破門にされた元極道も似たようなもんだぜ。カムロ町じゃ珍しくもね、ここはその手の人間が最後に行き着く町でもある。あいつも俺もこの町で育った。他に行き場なんかねえ。だから羽村の頭といくら勝ち合おうが、俺らは俺らの流儀で行くだけだ。兄貴、今の俺には頭の命令が絶対です。でももし兄貴たちを殺せとでも言われたら、精一杯あがいてみせます。その気持ちだけで十分だ。